第2位が、リレーションシップスですね。関係性ってやつですね。周りの人といいコミュニケーションが取れていて、いい関係が作れているかどうか。はい。これもですね、幸福を左右するわけなんですよ。これ本当はぶっちぎりの1位なんじゃないのと思う方いると思うんですけど、一応2位にしておきました。ハーバード大学とかが行った研究とかによると、人間の人生はですね、それこそ60年とか70年とか、追跡した結果、何が分かったかっていうと、人間の幸せを決めるのは、お金でも地位でも名誉でもなく、人間関係だったっていうことが分かったりとかしてるぐらいなんで、周りの人たちといい関係を作れるってことはめちゃくちゃ重要なんですよ。で、これ言うとね、いやー、自分はコミュ力ないからできませんよっていう方いると思うんですけど、コミュ力ない人もさ、ある程度仲良くなったりとか、例えば学校とかのクラスで、じゃあ1年一緒でしたとかなったり、友達、あのね、隣にずっと座ってましたとかなったら、ある程度仲良くなるわけですよ。結局、それはなんで仲良くなるかっていうと、皆さんが歩み寄らなくても向こうが歩み寄ってくるわけです。じゃあなんで向こうが歩み寄ってくるかっていうと、しばらく見ていれば皆さんが無害だってことがわかるんですよ。人間って、この人は無害なんだ、安全なんだってことを分かってもらえれば、ある程度の関係を作れるわけなんですね。